サンカルロは日本中央系馬界に登録されていた競争馬である。馬名はイタリアのサンカルロ劇場が由来。主な勝ち倉はニュージーランドトロフィー、阪神カップ、阪急杯。デビュー戦は10月19日のメイクデビュー東京。吉田豊を安城に人気のストロングリターンを頭差抑え初勝利を挙げる。 十一月二十二日、東京スポーツ杯二歳ステークスに出走。四番人気で中山フェスタの三着と、構想する。十二月二十日に、平ー賞に一番人気で出走するが、メジロチャンプの三着となる。年明け初戦は一月五日のジュニアカップ。一番人気に、支持されるが、アドバンスヘイローの三着とまたも三着になってしまう。一月三十一日、 クロッカス・ステークスに出走。不良馬場だったが一番人気に答え2着、菅野メダリストに一馬進一、4差をつけ勝利。3月22日、スプリング・ステークスに出走。強風の中、アンライバルドの4着となり、サツキ賞の優先出走権を獲得できなかった。4月11日、ニュージーランドトロフィーに出走。すでに重賞を勝っていた。 ジョーカプチーノも出走していたが、一番人気に支持された。レースは、行位で進め、直線で抜け出し、ティアップゴールドに2馬審査をつけ重賞初勝利。NHK マイルカップの優先出走権を得た。5月10日、NHK マイルカップに出走。8位に優先したが4コーナーで急に外側に車行し、 アイアンルックの進路を妨害し、さらに最後の直線コースで急に外側に車行し、ダイワプリベールの進路を妨害したため18着に到着となった。また、安城の吉田も開催8日間の起乗停止の重い処分を受けた。夏場の休養を挟み、10月24日の富士ステークスでは、中断待機策も直線で失速し11着と大敗した。 続く11月22日のマイルチャンピオンシップでは、いいところなく12着に終わった。続く12月20日の阪神カップでは、後方から追い込んで、プレミアムボックスと共に2着同着となった。この年の初戦は2月28日の阪急杯。中段追走から追い上げて3着と、構想した。次の高松の宮記念では4番人気に支持されたが、1番。 人気金車差の奇跡と BB ガルダンの激しい一着争いに加わろうと粘ったがわずかに及ばず、混戦のゴール前で四着に敗れた。続く、KO 杯スプリングカップでは二番人気に押されたが、終始後方のまま、見せ場なく十着と大敗した。本番の安田記念でも、前走同様の競馬で十三着に敗れた。秋初戦は9月12日の形勢杯。 オータムハンデキャップ。後方から追い上げてくるも5着だった。続く、スプリンターズステークスでは、後方追走から、ババの最内から追い出したところ、前を取り付いていたダッシャー号号に進路を塞がれ、体勢を立て直して、鋭く伸びたものの4位に入線したが、ダッシャー号号の後着により3着に繰り上がった。続く、富士ステークスでは、好位でレースを進めるも、 直線で伸びきれず8着に敗れた。初のダート戦となった下月ステークスでは2番人気に押されたが、見せ場なく11着と惨敗した。続く12月18日の阪神カップでは、後方から追い上げるも6着だった。この年も、前面同様に初戦は2月27日の阪急杯。レースでは1番人気のガルボー1橋に1。 4差、抑えて3歳児のニュージーランドトロフィー以来の勝利を挙げた。本番の高松宮記念では、最後の直線で馬群から豪快に抜け出して、近車差の奇跡には及ばなかったものの2着に入る。続く、KO 杯スプリングカップでは一番人気に支持されたが9着と、末、足不発に終わった。本番の安田記念では、 後方追走のまま13着に敗れた。秋初戦は9月11日のセントオールステークス、後方から追い上げてくるも4着だった。本番のスプリンターズステークスは出遅れが響いて7着に敗れた。続くスワンステークスは後方から追い込んでくるも4着に敗れた。阪神カップではゴール前でグランプリボスを花さかわして優勝。 重傷三勝目を挙げた。初戦は2月26日の半9敗。中段よりやや後ろで足をため、最後の直線で大外から追い込んでくるも三着に、敗れた。本番の高松の宮記念では、中段から追い込んだがカレンちゃんに、首差及ばず二着に敗れた。k 王杯スプリングカップでは一番人気に支持され、道中行為で追走するが直線で伸びをかき十着。 夏の休養を挟んでセントールステークスは中段に構えながらも直線伸びず14着。スプリンターズステークスは6着、スワンステークスは8着に敗れた。11月18日のマイルチャンピオンシップの7着を挟んで出走した。阪神カップではガルボを差し切り連覇を達成すると、共に重賞4勝目を挙げた。 その後も短距離路線で走ったものの勝つことはできず、2015年1月4日付で、競争場登録を抹消、優秀スタリオンステーションで、種ボバとなることが発表された。2020年シーズンをもって種ボバを引退し、ベルサイユリゾートファームにて、常用場としてのリトレーニングを行っていたが、2020年10月17日深夜、戦痛を起こし容体悪化により死亡した。 14歳没。墓はベルサイユリゾートファームにある。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。